これからちょっと大変になっていくのかなっていう感じです。こんばんは。大変っていうか、まだ何もその練習とかをしてないので、なんて言うんだろう、知識が何もない状態なので、私はね、演技経験したことがないので。そうだから、これからなんかいろいろ難しい、なんだろう、ことをこう学んでいって、なんかね、いろいろ練習していったり、するのかなっていう感じで、でも今日なんかでも初めて、なんて言うんだろう、なんか台本なんか即興で先生がなんか書いた台本的なのを一旦やってみてくださいみたいな感じで、そうやったりもして、ちょっと難しかった難しかったな。そのエチュードではないんですけど、エチュードではなくて台本みたいな、なんか A さん B さんがいて、セリフがあるんですね、 A さん B さん。それをセリフを多分なんかその先生がその場でなんかそう書いてて、で3分時間あげるので、その3分間でちょっと覚えてやってくださいみたいな感じで言われて、えってなって、私もちょっと覚えらんない、セリフ覚えらんないよと思って、そうすごいちょっと不安しかなかったんですけど、まあでも初めて1回目だから、そうなんか、なんて言うんだろう、そうこれからなって感じです、知識が何もまだないのでね、不安ではあるんですけど、でもまあなんか、新しいことにこう挑戦できる楽しみな気持ちがありますね。マスクでかくな、でかいかも、これまえだまさん、ありがとうございます。でも新しいことにこうチャレンジできるのはすごい嬉しいですし、強制じゃないので、そう希望性、そうどっちでもいいって、参加してもある、自分で決めるって感じで、どうしようかなって迷ったんですけど、ね、私演技とか したことないしどうしようかなと思ったんだけど、他の先輩方も参加11人くらいかな、全員でするメンバーの中でみんなほとんど演技経験されてる先輩方多くて、私まだ一回もしたことがないから、そうちょっと不安、ついていけるか不安なんですけど、なんかやっぱね、なんでもね、初めからちょっと決めつけててもねダメだなと思うんで、苦手なことだとしても、まあ、ね、頑張りたいなって思って、どうなるか分かりませんけど、これから、めちゃめちゃ大変かもしんない、なんか悩んだことのないような壁にぶち当たりそうでちょっと怖いけど頑張りたいです。ペシさん、ありがとうございます。
国翔さんありがとう、くまさん、うん、ドラマとか映画とか好きなんですけど、かまさんファイト、国翔さんありがとう。そう、まあ、ミーハーな好きなんだけどね、ミーハーミーハーっていうか、そのうん、でもなんかさ、あの 演技でこう人をこう感動させられたり勇気を与えたりとか、作品でねすごいなって思うんですよ、女優さんとか俳優さんとかって。うん、だからなんかやっぱ憧れはありますよ、逆になりきるみたいな、役に入り込むっていうのはね難しいことかもしれないけど、なんかうん、またなんか新しいね自分を見つけられそうだし、なんか成長できそうだなと、できそうだなっていうか成長したいなって思って、うん、なんて言うんだろうな、表現力とかもやっぱつながると思うし、うん、表情管理だったり、すごいアイドルにも生きることはあるかなとも思うし、うん、中途半端な気持ちでねやらないようにというか、うん、本当に全部吸収できるように頑張りたいなと思います、レッスンの方ね、これから。うん、そう、初めてのことね、ちょっと不安な気持ちがあるけども頑張りたいと思います。あと、あ、ラジオの方ですね。さやまるさんとそのさんの、あの、ラジオ番組、カラツのラジオ番組に出させていただくということですね。私もね、いつだっけ、ああ、5日か。5日ですね、日曜日5日です。そう、ラジオね、ラジオね嬉しいんですよね、本当に。うん、嬉しいです、楽しみ。まるさんとそのさん、今でも役に立ってた、あ、本当すごい、それはちょっと心強いね。1時間、おお、嬉しい。皆さん聞いてください、 HKT 初カラツ語、皆さんぜひ。生放送なんや、生放送、
なんかあの事務所でさ収録してるやつは見たことあるんですけど、私 見たことあるっていうか、事務所であラジオ収録してるって思ったんだけど、どこであれなんだろう。あえ本当に唐津で収録するんか、収録じゃなくて生放送。え、そうなんだ。あ、リモートの時じゃない、もう戻っ、あれなんですね。やばい、12月やばい、やばい、忙しい12月忙しいかもしんない。今スケジュールパッて見たらね、忙しいかもしんない。すごい、アイアライブもありますしね、そうリハとかもあるしさ、お話し会もあるし、わあすごい、あっという間に大晦日になりそうで楽しみです。中さんありがとうございます。そうなんや、観覧 OK？ あ、来てください皆さん。わあ、来てください、来れる方ね、日曜日。やまないでね、やま、やだな、大丈夫だと思う。 新しいことトライ、頑張って頑張ります。国城さんありがとう。アーカイブ残らないで生で聞かない、あ、そうなんだ。じゃあみんなちょっとな、生放送聞いてくださいね。うん、アーカイブで見えなくなっちゃう、あ、聞けなくなっちゃうって。タカッピさんありがとう。あやれば当たりました。当たった方意外と多いけどさ、外れちゃってる方も見かけたんだよね。まだでもあるよね。ラジコ、ラジコで聞けるんじゃなかった？二次抽選がねまだありますから、はい、希望を捨てずに。再放送あるくらいだって。じゃあ皆さん生で聞けましたら、リアルタイムで聞けたらお願いします。インターネットサイマルラジオ、ラジコ聞けないって、インターネットラジオのみです。あ、そうなんだ、そうなんだ。MV とかももう見たかな、みんな。
SNS ワールドとか見たかな。フルなんですよね。フルなんですよ。リピートしてありがとうございます。いっぱい見てください。ツインテール2つ髪型2種類のか。ムーブイのアーチ怖かった。ありがとう、嬉しい。伊沢さん雪ありがとう。嬉しい。でもなんかさ、本当にさ、聞けるサイトツイートして、 ありがとうございます。なんか本当になんかすごいよねすごいよね。あんなにさ映ってると思わなくてさ、 MV にさ、そう、嬉しく、嬉しいわ。ありがとうございます。みんなのおかげであんなに映ってた。そう、久保さんありがとうございます。嬉しかったな。たまちゃんさんありがとう。全世界行こうね、全世界のみんなに見ていただきたい。ね、みんな可愛く本当に映ってて素敵な MV になってます。リップシーンがそう映ってん、嬉しい、あんなにも嬉しいのかっていう。本当に長っちさんありがとうございます。葵ちゃんさんありがとう。あ、お仕事終わった、お疲れ。本当に、いやありがとうございます。メルさんかわいいよ。アイチのおかげで受験合格してる。すごい。アイリのおかげじゃないよ。私何もしてないもん、本当に。すごい。うわ、受験合格おめでとう。すごいね。ホームページからお便り投稿できます。あ、お便り待ってます。みんな合格した後のお高さは楽しいですよでも会いに来れるね、会いに来てね。でもまあ学校とかも忙しくなっちゃうかもだけど、会いに来てください。送ります。送って送ってじゃんじゃん送って。いやー素晴らしい、お疲れ様。もういっぱい寝て、いっぱい美味しいものを食べて、いっぱい思う存分楽しいおたかつしてね。でもさ、もう本当受験シーズンですもんね。いや受験生大変だよね。受験生はちょっと大変。私の弟の2番目の弟は、2番目の弟のは頭いいんですよ。そう、なんか私も自分意外と頭いいって思ってて、
思ってたの学生の時は。伊沢さん拍手ありがとうございます。たけしさんありがとう。ロールケーキと手袋ありがとうございます。そうなんか頭いいっていうかその勉強はまあちゃんとやってたっていうかその内申とか内申点とかかなり取れてた方だと思ってたんですよ自分は。そうなんだけど2番目の弟がね怖すぎるっていうか市村家の中ではもうなんか驚くほど頭がいいっぽくてそう今日成績をねなんか持って帰ってきたらしいんだけどそうオール5だったんですよ。なんかちょっと怖くて逆に怖すぎてそんな頭いいのっていう、うん、驚き。国翔さんだるまありがとうございます。たけしさんありがとう。金のアヒル、うん、見たことなかったんでねオール5ってさ、うん、ちょっとねわかんないのよ。だから私の弟はそんな頭いいのかって知らないのよ本当。いやテストとかさ毎回いいし良かったんだけど、うん、いつの間にっていう感じで、いつの間にそんなに頭良くなってたんだろうと思って、私が福岡来てる間に福岡行ってねもうねみんな間に身長も伸びてるし頭も良くなってるという、小学生の時から頭良かったとは思うけどまさか私よりも上だとは思っても言えなかった、うん、でもまあでもその学校によってねレベルがあるからね、うん、学校によってレベルがあるじゃないですか。その中学校とかもさなんかなんていうのわかんないんだけど地域によって多分なんかそのレベルがあるんだよね。レベル高校はさ本当になんか偏差値とかでさあるけど、まあ、中学ってそういうなんか偏差値とかはないけどもなあまあし私立の中学校とかはあると思うんですけど、まあ、普通の地元の中学とかってなんか、まあ、みんなが集まってる学校じゃないですか。だからレベルがあると思うので、うん、私の地域はねどうなんだろう、多分優しい方だと思うんだよねきっと、うん、本当になんかすごい頭がいい学校っていうか頭がいい子が多いとこに比べたら多分優しい方かもしれないけど、私も一緒です。みんな一緒の学校だけど中学まではそう。でもオール5はすごいのかな、すごいんだよ、すごいんだろうね。てか私は分かんない、ちょっと怖すぎる、うん、私には分からないことすぎてさすがにやばすぎるよね。難しそうやった。そうそうそう、なんか隣の学校とかでもちょっと違うよねやっぱり。まあでもだから上目指して頑張ってって、うん、感じで言ってるけど、まあどうなんだろうね、
分かんないな。だからまあね、受験生の方ね、大変だね。この時期私もやってたけど、でも高校生とかもさ、大学受験とかもさ、大学受験はちょっと経験したことがないのでね。亀さんいいね、ありがとうございます。経験したことがないからさ、わかんないんだけど、大変だよね多分。大学受験とかもセンター試験とか、なんかそのいろいろあるじゃん。なんか何回も試験受けるの大変、もう辛いよね絶対に。うん、推薦もそうだけど、でも私行ってないからな、行ってないっていうか面接も受けてないっていうか、その分かんないしさ、どんな感じなんだろう。うん、高校受験しか私経験したことないのに、大学受験がちょっとどんな感じなんだろうな。良平さんありがとうございます。雪が降る地域、あ、ニュースでよく見ますね。なんかお父さんとかがさ、車で送ってってくれてするなんかニュースで、あの映像、あの受験のね日の朝にさ、ね、雪の道をこう歩いてるさ、ニュースの映像をね見ますね。確かに大変そうだなって思う。本当に雪の北海道東北の方とかね、雪国の雪のねすごい地域の方大変だよね絶対。インフルとか当日インフルでにだったことがいた。そのインフルかかっちゃって別日に受けてた子いましたね。うん、うん、怖いよね。体調悪いの、朝起きて体調悪かったらもう絶望。まあ、別日受けれますもんね。うん、強いと思う。雪ね、降んないでほしいね。そうなんだ。うん、まあでもちょっと、でも弟をね、なんか福岡で買ってってあげようかな。なんかあるかな、お守りとか。でも別に買えるもんな、あっちで。なんかあるかな喜びそうなもんあるかな。亀さんありがとう。あ、置くとパス、どういうことなの？パス、そう
なんだ、太宰府ね。太宰府行ったことないね私。弟は誰が推しなの？ないです、そういうの。もうアイドルとか興味ないって感じです。はい、太宰府のお守りとか。そうなんだ。でもお守りはなんか自分で買いに行きそうだよな。あとね、ああ太宰府の鉛筆。おお、すごい、なるほどね、鉛筆ね。オクトパスで、オクトゴパスって合格ってこと？そういうことなんだ。え、すごい。サイリオクとか、なんだっけ、フルーツだ、フルーツ、フルーツのチケット、ギフトチケット届いたんですよ。なんかね、種類がね、あ、いっぱいあったの。あ、待って、どこ、そう、あ、10時から通りもん3杯半です。忘れてる方、忘れてるっていうか忘れてた方、やばいよ、再販中だよ。みんな大丈夫かい？買う予定だった方、配信見ててやばいってなっちゃったらあれなんで、みんな再販中です、再販中です。通りもん、再販、お忘れなくね。買う方、買う予定の方、どうだろう、買えるかな、買えるんかな。愛知のポストカードが届いた。おお、本当ですか。私、あ、推しメン、私、これ何のあれだろう。あ、ハルタンさん、ハルタンさんのカードは当たったのかな。皆さん推しメンと当たるといいね。推しメンが当たるといいね。季節によって選べないフルーツがあるから悩まない。あ、そうなんですよ。そのフルーツの、チケット届いたんですけど、でなんかみかんとかりんご、梨、桃、とかあったわけですよ。でアイリのいいなと思ったメロンもあったんですよ。メロンで、そしてイチゴがあって、わあメロンいいなとも思ったんだけど、届くのが7月8月とかって書いてあって、いや待てないってなっちゃって、そう、なんか忘れちゃうっていうかさ、そんなねえ、あれだ、6ヶ月間ぐらいそのチケット、保存っていうか、有効期限できるんで、まだ頼まなくてもいいんだけど、あれ忘れちゃいそうだな。
ったし、もうなんか今年もらったものは今年あの消費というか、なんかありがたく、そうあのね頼みたいなと思ったので、あのいちごを、とちおとめのいちごを選びました、私。うん、そう本当にいちごは、でも2月3月とかに届くらしいんですけど、うん、まあ2月誕生日だし、うん、なんか、うん、ご褒美的な感じで、そう届くんじゃないかなと思って、しかも2月3月しかも3月は千日とかのねあるから、ちょっといいぐらいの時期だと思って、ちょうどねとちおとめのいちごを私注文しました。ありがとうございます皆さん。いつ届くかちょっとまだわからないんですけど、そんぐらい今年度中には届くと思われますんで、ちょっと楽しみ。とちおとめだよ、美味しそうだよ本当に。ありがとうございます皆さん、ありがとう。最強なフルーツを、はい、いただきます。ありがとうございます。またねちょっと届くのが近くなったら言います。はい、楽しみです。いやー嬉しい。愛してる。でもいちご狩り、私行ったけどさ、なんかでもいちご狩りとかもそうなんだけど、なんかそのいっぱい食べない方がいいよねっていう。通りも予約してきました。あ、できました、よかった、すごい。なんかそのいっぱいね食べたらさ、あれなんで、多分ちょっとそういうのって、ね、なんかちょっと食べるのがいいんじゃないかなって思うんですよ、私的に。幸せをかみしめる的な。うん、あ、注文できたって。おお、おお、やばい、通りもん生活長引くよ。うん、経験者がで、はい、なんか最初の一口二口が幸せなんだけどさ、やっぱねいちご狩りとかも最後らへんもう詰め込んじゃってるからね。うん、なのでちょこっと食べるのがねいいんじゃないかなと。とちおとめ、あ、いや栃木県とちおとめはもうちょっと本当やばいよ、楽しみだよ。うん、通りもん食べたいね、私も食べたいんだけどさ、うん、でもちょっと実家に帰ったら食べます、みんなと。外で多くの飼ってる、飼ってないです。飼ってないよ、狼じゃない、ワンちゃん。練乳でしょ、練乳はつけるけど、つけたい派だけど、でも甘い、普通に食べてももう普通に甘いじゃん、そういう美味しいイチゴはさね。ちょっとつけたらあんまり、とちおとめはつけないで食べたいか。うん、スカイベリー、うわー、すごいね、いろんな種類あるよね。
在庫なしになったって。マジでやば、もう完売したって、売り切れ。ポストカードゲットしたね、ありがとう。すごい引き強い。難しいな。あ、動物の森やっていい？集まりしていい？こ、うん、ちょっとしてないな。昨日もしてない、昨日してないわ、私多分。うん、せずに寝ちゃったな。うん、早い。みんな変えたかな。あれでしょ。充電してなかったからやばい。うん、私動物の森好きなんですけど、あ、待って、あれ時間ちょっと変えちゃってたかもしれない。あ、もう10時か。ちょっと時間ね、私早めて。マリアさんどうだろう。あー、マリアさん1日前だ。うん、1日前なので、昨日はやったのかな、どうだろう。ラビリンスが散ってたなと思いました。ありがとうございます。今日はね、ありがとうの日でしたね。ちょっと、いや、22時ね、もう店閉まっちゃってるから時間早めてんだよね。そう、いや、なんかできる時間がない。あの、日中にね、やらなすぎて、ちょっと、うん、化粧したけども、お風呂入っちゃったって。うーん、あつ森ね、ちょっともうなんか何から片付けてったらいいか分かんなくて、ちょっと難しいです。やばいです、やることたまりすぎてる私。うん、あ、クリスマス、なんかさ、本物かどうかはどうやって見分けるんだっけ。あの美術品は騙されたくないんですけども、私騙されたくないよ絶対に。雪降ってる、雪が降っております。なんかね、あ、伊沢さんありがとうございます。攻略本、いや、みんなの方が知ってんのよ。あ、雪景色いいね。雪いいですね。あ、アップにしてみると分かること。あ、そうなんだ。アップにしてみる。なんかみんなニット帽かぶってて可愛いんですけど、住民がニット帽かぶっちゃっておりますね、皆さん。ニット帽かわいいじゃん。ダーツさんありがとう。腕時計つけてるとか本持ってた。あ、そういうことね。間違い探し的なところありますね。じゃあ、
ゆとはちさん、ありがとう。くまさん、唐津頑張ります。うん、あ、来てる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 、あれあれ来てる、美術品来てたわ。やばい、買った方がいいんかな。買った方がいいのかな、こうやって。一旦ちょっと入ります。怖い。常吉。全部偽物なこともあるね。やだー、なんで、やめてくれよ、なんでなんだよ。わかんないこれ、わかんないんだけど、動物の森の一番くじ妄想。そうなんだよね、え、もうそろそろだよね。1週間後だ、来週の水曜日だ多分。来週の水曜日、うん、私は弾いてみようかなと思います。クロちゃんさん、ありがとう。ゆきねえ、当たるかな。欲しいんだよね。うん、これ雪のおかげでお花が輝いてる。ATM、 え、かわいいよね、どれもかわいいんだよね。一番くじちょっとやってみたい。たかっぴさん、ありがとうございます。お正月は実家に帰ったら家族と桃鉄するんで、うん、桃鉄で勝つぞ、絶対に勝つぞ私は。海でシーラカンス、え、マジで、シーラカンスってどんな、でかそうだよね。元旦は、うわー、カレーか、あ、ヒラメか。元旦は逃走中を夜を見ます、家族とね。あー楽しみだ、どうしよう。実況はできないと思うんですけど、まあみんなを見てください。実家でね、逃走中を見れるっていうのがちょっと久々すぎて、もう嬉しいんだよね私。そう、
そうだ、箱根からの、箱根からの、いや最高だよね本当、箱根駅伝からの最強なんです。うん、お正月なんかみんなさ逃走中好きだからさ、弟も、なんでちょっと嬉しいね。あー鈴木だ、鈴木さん、車から配信ね、してたけどね、どうだろう、朝配信するよ多分、早朝配信です、また元旦、元旦っていうかお正月はね。めっちゃちっちゃい魚いいんだけど、なんだろう、格付けチェックもあるよ、え、1日だっけ、タツノオトシゴかな、あ、違った、クリオネだ、クリオネ早朝か、早朝だね多分、早朝配信だね、早朝幻配信、ねえ釣れないな、シーラカンス釣れないな、大晦日は、うん、普通に基本毎日配信はすると思います。ヒラメより少し大きな、じゃあ結構大きいか、なんだっけ、あつ森です、集まれ動物の森、でかいのいないな、全然いでよ、シーロマンス、ダメだ、鈴木、鈴木、格付けチェックも簡単か、見るものが多いです、でも 見れないな、逃走中見るもんな、私さ人魚、人魚じゃないや、マーメイドの家具が欲しいんだけど、うん、あのラッコさんに合わないとダメなんだもんね、マーメイドの家具欲しいんだよね、一段上の川と伊藤、嘘、幻の魚、シーラカンス、シーラカン、シーラカンス、シーラカンス、自分のねお家ありますよ、私一番最マックスのお家、最大限一番でかいお家にした。
ローン払い終わってないけど、あ、カラツのラジオをよろしくお願いします。ツッキーさんありがとうございます。公園はね、あるんだよ、私の島。公園と、なんか可愛い お茶とか飲めるスペースみたいなとこ、それぐらいしか。あと滝じゃないけど、なんか、いい感じのスポットはあるんですよ、いっぱい。でもね、全然ダメだね、まだまだやること多すぎ。2割ぐらいしかまだ進めてない。連れてよ。ああ、もう鈴木くんだよ。また鈴木くんだよ。今年は雪降るかな。イカです。あー、ズッキーさん、クマありがとう。あれ、え、な、え、え、シーラカンスってでかいよね。ゲソローンはすごいよ。ローン地獄です。ローン地獄。もう誰か私の島に片付けに来てほしいぐらいな。あー、やばい、10時半か。一旦化石を見てもらって、売ったら終わりたいと思います。片付けバイト募集中だよ。コーヒー飲もう、一杯だけ。売り上げに貢献する。
ょっと冷まそう。熱盛です。熱盛です。あ、でもずっとマリンスーツ着てるんだけどさ、風邪ひくよね。マリンスーツ着てた方がさ、海潜れるんですよ、すぐ。着替えなくて済むからさ、楽ちんなんだよね。伊沢さん、ありがとう。雪の結晶、ありがとうございます。そう。だからずっとマリンスーツ着てる。てかなんか洋服別にもう何でもいいよくないってなっちゃった。おしゃれとかしてる場合じゃなくない？ローン返済しないとやばくないっていうことで洋服屋さんで買わないようにしちゃう、ね、ずっとマリンスーツです。うん、あ、間違えた。役所入っちゃった。役場、役、うん、役所。クリスマスツリーが置いてあるあのお店のたぬき、あ、たぬき商店の前に。すごいクリスマス模様。あ、え、待って、かわいい家具ある。何ですかこれ。ミルクガラスランプ。タヌポートで発行してます。マジでミルクガラスラン、あ、ミルクガラスランプ。かわいいぞ、ね、どうもれもちょっとクリスマス仕様になっております。クリスマスだ。どこももうクリスマスの準備をしてる。ミルクガラスかわいいけど、あ、このアイスが欲しい。アイス、ソフトクリームランプ。売ります。家具、家具じゃないや、魚と、うん、よし終わろう。他の色欲しい。紫いいですね。紫、私今なんかチョコとミルクのあれだな、あれだった色出した。冬でも海に、そうなんか季節関係なく潜れるっぽい。うん、鬼だよね。ちょっと寒すぎるでしょ、現実だったら。はい、じゃあランキング読みたいと思います。13位カメさん、12位タカッピさん、11位ひろゆきさん、10位ノッツさん、9位ゆうてなばらさん、8位なおさん、7位ほぐぺぐさん、6位クロちゃんさん、5位たけしさん、4位ズッキーさん、3位にゃおんさん、2位くにしおさん、1位いさおさんです。ほぐぺぐさんお疲れ、ありがとう。わーい、ありがとうございました。皆さん今日もー
最近見たねやつでね面白かったのがあれだった。バラエティで、ね、なんだっけ、ドラフトコント、キッズテントにいるように、そう、これキッズテントみたいな感じのやつなんですよ。ドラフトコント2021みたいなやつを見たんですけど、すごい面白かったの。だからみんなも見た方がいいと思う。 TVer で見れると思うんだけど、そう、ドラフトコントだっけな、なんかそんな感じだった、うん、ぜひ見ていただきたい。面白かったから。じゃあねみんな、おやすみなさい。バイバーイ。12月1日か今日、12月もよろしくお願いします。ありがとう。ゆっくり寝てね。おやすみ。